皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も突然ですが、異世界で正義の味方になりましたで遊んでいきます。さあ、サーバーはこちらですね。勝民子さんサーバーですか。あー、でもあれですね、私一番最後のサーバーなんですね。増えてないんですね、珍しいですね。ひがりなさんとかいろいろこちら再生リストを入れしてますけど、いや、どんどんサーバーが増えてきてですね、サーバーだらけになっちゃうんですけど。さあ、こちらはルーレットですか。お、内側と外側のルーレット1回ずつ回せますね。あ、同時には回せないと。確か極道の龍さんはルーレットとかで美人さんがゲットできるんですよね。いや、嬉しいですよね。私1回当たったことありますからね。美人さんのスキンですか、コスチューム当たったんですけど、ちゃんと表示されないとなぜかゲットしたのに悲しいと。さあ、では今日は同盟ですかね、お知らせです、入れていただきたいなと思うんですけど、トトーっていうんですか、ここではもうトトーを組んでみたいな、なんかそんな感じですかね、グループみたいな感じですよね。さあ、ではランダム加入でいいですかね。おー、すごい、もう入ってるんですね。ランダム加入だから、いいですかっていう選択ないですね。なるほど、国、あれですね、拒否権とかなんかそういうのはないと。では、こちらは、毎日検索は1日1回、そうですよね。こちら、詳しくは、日帰りのやつさんは多分同じシステムだと思いますので、そちらご覧いただければですね。939,000、違いますね。939万ですか、リーダーの方。2時間前ですか。あー、でもあまり遊ばれてないですね。ログインが、あ、私、1分前のどなたと思ったら私でしたね。あー、そうですよね。結構楽しいので私毎日遊んでるんですけど、うちのゲームって遊ばなくなると、そこからですね、なかなか遊ばなくなりますからね。私も今遊んでないゲームとか結構ありますので、あー、ボスを倒せるんですよね、こちら。で、個人貢献で増えていくと、先ほどの交換でですね、こちらで交換できますので、トトのレベル上がると、さらにいいアイテムをですね、交換できますね。さあ、1位の方は、こちらですか。バベルさんっていうんですかね。ヌフィさんってなんか、どこかで、なんか近いお名前聞いたことありますけど。さあ、では、物語ですね、進めていきたいと思います。その前にちゃんとマガ玉回収しないとですね。さあ、今日はどなたがいいですかね。美人さんは多分今来られてる美人さん、あとお一人かお二人だと思うんですよね、お見せしてないの。まあ、ですから新しいですね。勢力で美人さんがやってきますので、勢力上がるとそちらの美人さんもそろそろですね、お迎えしたいと、お弓さんにですね。やっぱりあれですかね、強い方がいいみたいな、そんな感じなんですかね。やはりガタイがいい方が表になるんですかね。なるほど、くんちょっと細長い方ですからね。あー、なんかエディさん、今のエディさんにちょっと近いような、もうちょっと背が高い感じですか、ニヤリ。まあでもやっぱり見た目じゃないですよね、大事な中身ですね。中身、中身のさらに中身ですね。中身の中身の中身です。中身の中身と、いや、もうあれですね、中身しかもう頼れるものがないという、なるほどくんの悲しいですね、実情ですけど。さあ、こちらは、あー、なんかいいですね、こういう宮殿、あの大きい椅子に座ってみたいと。まあ、王様にもいい王様と悪い王様いますからね。あれですよね、シュチ・ミクリンとか四字熟語ありますけど、中身は悪い王様ですからね、かなり。いい王様になりたいですね。いやー、なるほどくんもですね、中身はいいですからね。中身はもうたっぷり丼ですね、あんこで詰まってますけど。そんなこと言ってる間にも、もうすぐボスですか。さあ、もうそろそろ部下、家来ですか、家来ちゃんたちの
レベル上げないといけないですかね。ちょっと勝てなさそうですよね。まあ、勝てないときは、レベル上げますので、その場で。ああちょっと厳しい。ということで、もう、ちょっといきなり音声が入ってくるからびっくりしますけど。さあ、天使の方が狙われてるんですか？怖いですね。さあ、ステージクリアしたら牢獄もですね、名声増えますので、ちゃんと2番目までですかね、お薬いただきたいので、あれですよね、4番目の方もお薬なんですよね。あれ？あ、よかった。入りましたね。これで勢力上げられますからね、お薬で。あと、こちらもですか？生務もですかね。お、属性丸。属性さんでなんか、喉薬みたいなお名前されてますね。なんとか丸はあれですよね。船の名前とか、よくありますけど。いや、最近私も謎解きのゲームですね。謎解きの時間さんですか？ゲーム実況を始めましたので、よかったらですね、そちらもご覧くださいませ。他にもたくさんゲーム実況をさせていただいてますので、いやー楽しいですね。お、これでさらに、そうですね、こちら1000ポイントも上がりますからね、美味しいですよね。なんかどんどん増えますよね。ああ、消費してるから、あ、先ほどので、あ、すごい。あ、ものすごい、ものすごくたくさん、私、兵士総力してますね。小6？うん、違いますね。消費ですね。わあ、果てしない兵士の数がいりますね。まあ実際中国とかの戦いとか何十万人とかですからね。日本とか何万人とかなんですかね。さあでは、オレオメちゃんですね。行ってみましょう。それとも打ち入りか？まだお店、でいないのはアンハサウェイちゃんとグイネビアちゃんですかね。あ、ちょっと覚えてないですね。いや、私もヒガリナイスさんで一回ですね、お見せしてたのに、さあお見せいたします、初めてしててですね、お見せして動画かぶった動画ありますので、どうしましょうか。では今日は勢力上げてみますか。こちらの紫式部ちゃんですね。枕の装置となんかかっこいいですね。かっこよく言ったらかっこいいですけど、ではどこであげるんでしょう。アイテムですかね。アイテムで今勢力いくつですか私。あ、6万ですね。6万ってことは4万あげましょうか。こちらは100ですから、あー、丸が1000ポイントなんですね。何ですかこれ、すごい、私347個ありますよ。さあ、これを40個使えばいいんですか？じゃあ、朝王さんあげますか。これで40と。てい。さあ、画面を切ると、目の前になんと、おお、いやー、すごい。ああ、懐かしいですね。なんか巻物ですね。昔は紙が貴重だったからですかね。あまりないんでしょうね。でもこれを作るの大変そうですけどね、この長い紙を。さあ、文系女子と、そうですね。文系ですね、確かに。おはよう。今でしたら芥川賞取れるんじゃないですかね。まあ、きっと取れますけど。では行きましょう。紫式部ちゃんですね。これ喋ってくれないでしたっけ。じゃあ行きますね。おー、レボリューションレボリューション、いや、レボリューションって何でしたっけ。あ、革命でしたね。うわー、大革命やと。あ、いいですね。もう、巻物っていうんですかね。まあ、大事だから話しませんみたいなんですね。いやー、それがまたいいですね。さあ、では。いやー、名残惜しい。もう一人の清少納言さんですか？名残惜しいと言ったら、清少名残惜しいと。ではですね。いやー、すごいたくさんですね。まだ勢力の方も、あと3名いらっしゃいますからね。VIP の方は私はちょっとお見せできないので、無課金でお遊びしてますので、あとはイベントもですね、マガタンを貯めて、お見せしたいと思います。
おかえりなさい。さあではですね、今回の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。